はい、俗日本百名所阿波一宮城ですね。今もう途中はパスしてですね、ここから撮ります。途中はあの石段で、まあ、普通の装備でも全然、私も今日スニーカーみたいなんで、特段問題なくここまで来れます。明神丸との分岐から左へ曲がるともうこの石垣が見えますね。これよくパンフレットとか、載ってる石垣の部分ですけど、非常にあの見応えがあります。こんな山奥にね、山奥っていうか山麓を見えるんですけど、これだけの石垣と。でね、ちょっと今見たところですね、こうなりますね。この倉庫跡ってところも分岐がありましたけど、ちょっと今の出てる表札と少し違う感じがしますけどね。入り口の一宮神社からカーブで上がって、まあ略図なんでね、水源っていうのが湧水っていう看板になってましたね。で、すぐ明神丸が見えて、分岐のところから、まあ、これで定時っぽくなってるんで、一直線ではないですけど、まあ、明神丸の分岐のところですね。それから少し、あそこが見えるんですよ。あそこ、どう見ても定時ですよね。右から上がってくるんで。で、その分岐から今ここにいるわけですね。数十メートルで。それで本丸と。まあ、やっぱり一宮での場合はですね、あの山全体というか城全体の遺構も素晴らしいんですけど、やっぱり本丸中心としたこの石垣がね、やっぱり魅力ですね。はい、ちょっと見てみましょうか。いくつかあの神社がねあったということで、その跡地があるんですけど、まあ、一宮城はね、あの小笠原長宗公の代から、11代と、まあ、ほとんど拠点にしていた、お城ですね。こういう石垣でね、昨日徳島城見てたんで、そっくりですよね。なんか同じ場所じゃないんでしょうけど、どっかで採掘したのかなと。採石場とかね、やっぱすごいですね。こう遺構なのにすごい威圧感がありますよね。攻めてきたらこんな山の上にこんなどでかい石垣が積まれていて、まあ、これ全く当時のままってわけじゃないでしょうけど、修復しているような部分も少しありますね。そりゃ攻め手はびっくりしますよね。これはね、いいお城ですよね。石垣大好きな人にはもうたまらないお城ですね。この不規則になってる、やっぱりあの靴は最低でもこう系統ダム付きの、まあ、スニーカーでもいいんですけど歩ける靴ですね。はい、これが本丸です。まあ、一瞬あっけないとか視聴者の方は思ったかもしれませんけど、ここまでがね結構ありますから。これですよ、この入り口の頑固さがね。徳島の町の方はあちらですかね。こっちが四国三景と。今日鶴見さんも行くんでね、ちょっと体力残しとかないと。はい、まあ割と広いですよね。あの一宮城本丸と、これがさっき下で話していた場所ですけど、これは後から組まれた石垣でしょうかね。これね、これなんかね、礎石って書いてありましたけど、段になってますからね、こうぐるっと回れますけどね、周りちょっと見ながらという方はゆっくり見られた方がいいと思います。祠があってね、まあ、こうなんですかね、あの山麓じゃないんですけども、ここのお城を中心になんですかね、町というかその山上にあるこっちに、まあ、今で言ったら小学校とか、そういうね、山の中にはちょっと危ないね、ここ。この細い、あ、ここ今通行禁止になってますね。あ、柵張ってますね。今回れるって言ったんですけど、半周で折り返しですね。はい、じゃあ下をちょっとね、見ますか。はい、まず本丸で